ちなみにさ、知らないと思うけど、幡ヶ谷は俺、マキザマジックとか、DJ 健生とか、マミーディとか、みんななんかいろいろ住んでた謎の街だったんだよな。あの頃は和気あいあいとしてたよ、みんないて。いつの間にか全員引っ越しちゃった、本当に。大人になるって辛いよな、本当に。